こんにちは、ヤコポトリンイです。今日はポンテプロジェクトに関してご紹介したいと思いますポンテはイタリア語で、えー、架け橋という意味の言葉です架け橋は川の左足と右足をつないで川を渡ることはできます架け橋自体が動かないけれどもまたあの物を生産できない単なるなツールですがとても大切な役割を果たしてますこの絵ですが左側に あなたがいい。ることを想像してみてみください十分能力力目的意識があるけれど時々目の前にあるハードルに追われて夢は川の反対側で見えてくるけれどもたどり着くことはできないそんなことはないんですか、まあ、その時は駆け足があればいいですね駆け足惜しい <laughs> 時々ちょっとしたな背中押しがあれば大きな成果を実現できると思います 北野のポンテは、えー、あなたとあなたの夢をつなぐことができれば僕らも幸いです。ポンテで新しい可能性、面白い人、ビジネスチャンス、革命的なイデアと出会える場所として作りました。単なるな器ですが、ポンテはあなたの夢を応援するコミュニティスペースです。私は設計士ですが、多目的で他業種に活用していただきたいと思います。なお、 あのありふれている商品やサービスの、まあ、セールスその目的で参加したい方は、えー、申し訳ないけどお断りしてます実はこのプロジェクトを始めたきっかけを説明をすると先ほど言いましたように私は設計士として仕事をしていますなおすごく不思議思うのは日本で設計事務所の評判が海外と比べると圧倒的に低いと思います 一人で力不足ですがこの状況を少しでも改善できればなと思い業界の底上げのためにこのプロジェクトを始めました日本で有名人設計士はいますが一般的に設計士という職業は社会の中で馴染みがない設計事務所の役割はよく理解されてないと思います設計士は得意としている問題解決の力があまり活用されてないので日本の街は 非人格的になりつつありますこの変則の根本である原因を分かれば直すことはできますしそして結果的に合理的で心豊かにしてくれる街を実現できると思います日本の社会と設計士の関係はどうして変則かというと、まあ、2つの例を使って考えていただきたいと思います例えばこの絵では3人家族がいます いわゆる一般ユーザーを示しています。このユーザーさんは国民として税金を納めないといけないですね。右側の絵は税務署です。怖いぞー。<laughs> エンドユーザーは直接税務署と、えー、交渉することは想像できますか例えば、今年は貯金をしたいので税金はちょっと安くしてくれへんかどうですか この保証ありますか論外でしょうあの。対立的な立場なので根拠なく税金を負けてくれることはありえない笑われるでしょうなのでこの時はエンドユーザーが、まあ、税理士という税金のプロを見方につけて税理士の知識や経験のおかげで余分な税金をお支払いを防ぐことはできます税理士の先生の報酬が発生しますが 課税をを支払ううことと考えたら総合的ににプロに頼んだ方ががメリットが大きいというのは一般常識ですもう一つの例を見てみましょう今回はエンドユーザーがちょっとしたなトラブルに巻き込まれて裁判所に行かないといけない時にどうですか直接交渉することはおそらくできますがちょっとした発言ミスで逆にあの加害者として判断されて 大きな事件に発展してしまう可能性があります。それは怖くない。こちらもおそらく直接裁判所と向き合う決断をされる方は、まあ、いないと思います。この時はプロの弁護士を味方につけて弁護士の知識と経験で見守ってもらう選択肢を選ぶでしょう。税務署のケースもあの裁判所のケースも直接交渉することではなく味方のプロと一緒に 解決をするでしょう今度は3人家族はマイホームを建てたい例を見てみましょう先ほどのケースを考えたら、えー、対立的である建設業者と直接交渉するよりもあ、ま、のプロの設計士を味方につけて設計士の知識と経験を,もとを求めて無駄のない住みやすいコストパフォーマンスの高い家を作るでしょうでも設計士の中でプリマドンナ的の方もいて あの接種の見方というよりも、まあ、自分勝手の作品作りで必死それしか考えてない、まあ、プリマドンナ設計士が業界の中で数少ないですが残念ながらあの目立ちますので業界と一般ユーザーとの信頼関係に大きな不安を起こしてますまたあの日本では設計士という職業が歴史まだまだ浅いです 50年前まででしたら基本的に家作りを大工さんに頼むという常識でしたでも好みが進化してまた法律的にもあの開催されて結局建物の確認申請などは必要になり大工さんは建築の中心役から外れました単純な言い方をするとあの今建設会社の中で大工さんも設計士も入ってますとても丁寧で、 良心的な建設会社はもちろんあの存在していると思いますが根本的に、まあ、その仕組み的にねどう見てもエンドユーザーと建設会社は対立的な立場である家を買い求めている側と家を売る側にとって当然出費と利益はあのお互いに対立的でしょうエンドユーザーは結局誰とやり取りや交渉するかというと あのコンテンまたはあのプレハーブ住宅メーカーの営業マンになりますコンテンの中で働いている設計士のプロまたあの建築のプロではなくて営業のプロとあの交渉になります営業マンの悪口をするつもりではないんですが営業のプロだからこそまあその対立的な立場であることを上手にわからない形で相手をされて 最終的に、まあ、例えば、あの、10万円のテレビをプレゼントすることで、会社に数百万の利益を作り上げるパターンは、まさしくあの存在していると思います。対立的は、あの、悪いとか、悪いとか、その意味は全くないんですが、単純に、お互いの目的は逆になっています。この流れに関して、我々設計士が、どう対策を取っているのでしょうか このグラフで、あの住宅の建築の市場を示すつもりです。どうしてもあのハウスメーカーに頼みたい客層、またはどうしても設計師と一緒に家作りをしたい層があります。またあのその間ケースバイケース内容によって選ぶ方がいます。ここであの悲しいことですが、現在は設計師はお互いにライバル関係を持っています。 どうしても設計士を選びたいという狭い市場の中でお客さんを取り合いして設計士同士で戦ってますポンテプロジェクトを通じて設計士は逆にあの力を合わせてもっとたくさんの方に役に立つために頑張ります次のグラフの通り設計士は協力をし合って自分の得意分野の仕事に集中して でその得意分野以外のお問い合わせをもっとマッチングの良い設計士につないでいく紹介していくっていう新しい仕組みですそうすることによって仲間同士で戦う必要はないので自分にぴったりオンリーワンの家そしてあの環境街並みに適切な建物の文化を広めることになりますしお客さんも喜んでいただけますこれはポンテプロジェクトの目的です 税理士弁護士と同じようにプロの設計士に依頼をすると、まあ、の報酬設計管理費用が発生しますけれどもその見返りでもう倍返しでたくさんのメリットを手に入れることができます設計士と一緒に家づくりをすることであの建設のコストを抑えることができますまたは、えー、自分の代わりにプロが建物の品質管理をしてくれるので安心できます最後、味方のの相談役がいるので、 公開ののない規模通りの建物が作れます設計事務所と家づくりをすればまずは打ち合わせを重ねて設計図書をまとめる作業になります小林指示を出すことによって逆に根点の,ンンのリスケージもできますまたあの比較ができる見積もりを出すことになります同じ設計図書をもとに、まあ、3社とか4社の根点ンンが見積もりに参加されます その見積もり書を整理して、えー、工事の各項目を比べて、ミスや明らかに、まあ、高すぎるとか、明らかに安すぎる、これちょっと変、そういう項目を整理します。その高すぎる、安すぎる理由を探って、確認した上で、それぞれの根ンンツの、まあ、弱いところ、強いところを見つけていきます。 一番おすすめできるコンテンは必ずしも一番安いとかまた一番高いとかそしてあの間にこう中間的な見積もり金額ではないですそういう決まりきったあのルールは残念ながらないんですやはりあの一番いい選択肢はそのプロジェクトと、まあ、のマッチングのいいコンテンです情熱と真面目さはもちろんあり またあのコンテにとっても、まあ、無理をせず良心的な値段を出した会社は一番いいと思います実はコンテにとって得意分野または得意エリアだからこそ自信を持って業者は、えー、安い値段を出せるので安くて良いという嬉しい組み合わせは実はよくあります例えばこの例で見積もりの合計金額は、まあ、6700万円とか また、えー、5400万円の見積もりよりも今回は4900万円の見積もりを出された業者は、まあ、総合的に一番良かったです設計士の2番目の特徴は、えー、第三者として現場の管理をするので、まあ、例えば壁の中で埋まってしまうあとでもう見えない構造の部分とか配管などそれも、えー、しっかりとあの作られているかあの確認を 常にしますまたあの勘違いが起こらないように各業者と定例会をしていきます最後ですがあの設計事務所と家づくりをすると、まあ、決まったパターンではないので世主、えー、様の好みやライフスタイルをオリジナルで読み込んで、えー、またそのプロセスを分かりやすく説明するためにスケッチ合成写真 3D を 使ってそのコミュニケーションをとってます。例えばこの写真では設計時でのイメージとあと実際に成功されたこちらはキッチンとか浴室を比較いただけます。どうでしょうかそっくりでしょう。設計士はまずご希望を描きます。そしてそのアイディアを実現をする。それまでにフォローしてます。 こちらは、えー、ま、あの、外観のスケッチと、あと完成の写真です。いかがですか、まあの、税理士と弁護士と同じ日付で、設計士はあなたと同じ立場で一緒に戦っている味方のプロです。この当たり前ですが、新しい常識はポンテから発信しています。こちらのコミュニティスペースで建築相談会や、まあ、幅広く あのライフスタイルのイベント、または展示会を通じてお気軽に相談できる建築士と出会える場所です。ぜひ遊びにお越しください。お待ちしています。チャオ